腎固定の模式図。糸球体が傍慢脳に取り囲まれている。腎皮質での血管。尿細管の模式図子球体は、脊椎動物の腎臓のネフロンで傍慢脳に囲まれた毛細血管の塊であり、腎臓循環の輸入細動脈から血液が流れ込んでいる。大部分の毛細血管とは異なり、糸球体は症状脈ではなく、輸出細動脈へ流れる。 細動脈の抵抗は、糸球体の血圧を上昇させ、傍慢脳の血液の原外ろ過の過程を促進させる。子球体とその周囲の傍慢脳とで腎固定を構成している。子球体による血液のろ過率は、子球体ろ過量と呼ばれる。この測定値は、腎機能を決定するのに使われる。内皮細胞、基底膜、タコ足細胞を透過した物質は、原外露過液と呼ばれ。 近陰尿細管に入る。ろ過されなかった物質は輸出細動脈へ向かう。子宮体の内皮細胞には毛細血管とは違って多くの穴があり角膜には及ばない。この細胞は赤血球より小さなものであればほとんどの物質が通過してしまうため内皮細胞は腎臓ろ過層の一部とは通常考えられない。子宮体内皮に位置する規定膜は非常に厚い。 この膜は他の規定膜と比べて厚いだけでなく、負に帯電するグリコサミのグリカンを豊富に含んでいる。負に帯電する規定膜によって同じく負に帯電するタンパク質を跳ね返し、傍慢脳へ透過するのを防いでいる。タコ足細胞は子宮体規定膜の反対側に沿って並んでおり、傍慢脳の裏の部分にある。タコ足細胞は 傍慢脳に糸球体からのタンパク質の露過を抑制するため、多くの義足が固く絡み合って、網状組織を作っている。隣接した足細胞の突起の間のスペースには、ポドシンやネフリンを含むいくつかのタンパク質からできた露過層がある。突起の表面は負に帯電するグリコカリックスに覆われており、負に帯電する分子の透過を抑制している。タコ足細胞は、 人固定の本質的なろ過層であると考えられている。メサギウムは糸球体の内皮細胞の間に存在する結合組織である。この細胞はろ過膜の一部ではなく、間接的にろ過を行う周側細胞の役割を持つ。メサギウムとは元来血管管膜という意味である。大部分の毛細血管とは異なり、糸球体の血液は症状脈ではなく、 輸出細動脈へ流れる。輸出細動脈は大きな平滑筋層のため、商用肝動脈より容易に膨張、収縮され、糸球体を通過する血流の確実な制御を供給している。防水質部ネフロンの輸出細動脈は腎髄質に向かうまっすぐな毛細血管を分子している。変だのループとともに、これらの磁気細血管はネフロンの対抗流行関係を作り、 重要な役割を果たしている。輸出細動脈から糸球体に血液が送られると小陽肝動脈は空になる。輸入細動脈の壁はレニンの合成酵素に分化した平滑筋メスジ細胞を含んでいる。子球体近接細胞は血液の体積と圧力の調節を補助するレニンマイナスアンジオ転身系の作用を持つ。ありがとうございます。